おはようございます。1日1分社長のネタ帳。本日は、コンパスを持つというテーマでお話したいと思います。昨日は、カヤックの仲間、先日、墨田区の方に移転した、仲間の新築祝い、ビルの新居移転祝いということで、伺ってきました。まあ、お祝いというと、お花ですとかそういったものをお送りするのが方が多いかと思います。しかし私は、コンパスを渡しました。経営というのは、外部環境、絶えず変化する外部環境、そして社内の、資源、人材、物、あとお金ですね、これを適合させていく仕事だと思います。その時に社長自身がぶれない軸を持つ、コンパスを持つことが重要だという意味で、コンパスを送らせていただきました。あなたの会社にはコンパスはありますか？